はい、皆さんこんばんは。あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。さあ、時刻はですね、日曜日の19時を回りました。姿勢クラブ昼の沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。この番組はですね、毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも必ず困難があり、さまざまなねターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいかということをお聞きして、リスナーのあなたの一歩のきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。途中の CM をお聞きください。なお、ご協賛も受けたまわっておりますので、よろしくお願いします。はい、そしてこの番組は沖縄県宜野湾市にある宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾さんよりですね、20時までご放送させていただきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、そしてですね、この宜野湾さんと、あと私の伊達ちゃんのね、YouTube チャンネルにて、見ることもできますので、そちらの方からもね、ご覧いただければ幸いです。ということで、あとね、サイマル放送からも、行っておりますので、ラジオで聞く場合は、アプリのリスラジか、マイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、全国でこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて、番組に参加してください。ということで、今日はですね、いつものゲストを、お迎えしてるんですけども、今日もゲストをお迎えしております。まず早速お迎えいたしましょう。ウィズ・ムスコさんです。どうぞ。はい、むっちゃん、ありがとうございます。はい。じゃあ行きましょう。まずなんでですね、今日は、ウィズ・ムスコさんね、お越しいただいたかと言いますと、じゃがじゃん。パーソナリティ、ウィズ・ムスコさんに変わります。おめでとうございます。ありがとうございます。誰だお前と。っていうことになってると思いますね。今までね、何回もいっぱい出てて、ほんでね、あ、むっちゃんです。あ、むっちゃん聞いてるよ、みたいな。わかるわかる。それはね、わかるんですけど、何ですか突然この女性をと。っていうことになると思うので、まあ今、ウェズムツコさんをね、僕もご紹介しながら、なんでこのね、パーソナリティ、伊達ちゃんの後にっていうか、まあ僕も出てきます、今後もね。なんですけど、ちょっと、変わっていただくか、やっていただくかっていうようなことをね、そんなことも合わせながら、お伝えさせていただこうと思っております。ということで、むっちゃん、今日はよろしくお願いします。お願いします。ね、そもそも、うちのその宿命鑑定士養成塾にね、お越しいただいてる、まあ、塾生さんでありながら、もともとその宿命鑑定士としても、実際、まあ、ご自身でもね、できるものを持ってますもんね。でもただ、もっと学びたいって、すごいね、学ぶ意欲が強かって、で、どういうふうにやってビジネスやっていこうかとか、そんなことっていう方も学びにね、僕のところにお越しいただいてるんですけども、まあね、今入塾されてどのぐらいですか、むっちゃん。2ヶ月経ちました。あ、2ヶ月ぐらいかな ?2、3ヶ月。それぐらいですね。2、3ヶ月なんですけど、まあね、なんか、あんなことやろうと、こんなことやろうと、行動されたりとかっていうふうにしていってる中で、このラジオも実際そうだったと思うんですけども、まあ、そもそもね、そんな一歩前ラジオなので、一歩前に行ってない人は、もちろんパーソナリティなんかしてもらわないですし、今後も一歩前行っていただく感じなのでね、お願いしたいなってことを僕も心から思ってるんですけども、まあ、ちょっとむっちゃん、軽く自己紹介、できますか?またそんな突然っていう顔されますけど、ラジオは大体突然ですから。はい、どうぞ。はい。はい、もう先ほど伊達さんからご紹介いただきました。沖縄県に住んでます、宿命鑑定士のウェズ・ムツコです。よろしくお願いします。はい、むちゃん。ありがとうございます。ずっと沖縄なんですよね。はい、ずっと沖縄。ずっと沖縄ですね。幼少期の頃から沖縄だと思うんですけども、なんかもともとコンプレックスあるんですか?もうコンプレックスの塊ですよ。塊。そんな感じ見えないけどね、本当に。もう全く自分に自信がなかったし、人前で嫌なぐらい。ひっそり生きてました。まあ、ひっそり生きてる人がラジオに出ましょうかみたいなね。っていう全然ひっそりじゃなくなってきてるところが最高にいいんですけど、ひっそり、何が嫌だったんですか、そもそも。むっちゃ。いや、もう全部ですよ。もう顔から性格から、もう頭の悪さとか、もう体型とかも全部ですもん。いろんなね、マイナス。まあ、むっちゃんって言って、むつこさんね。僕もムツコさんって言うから、ムツキキサラギのムツコで1月生まれかなと思ったら6月生まれってね、全然違うもんね、みたいなね。そういうのもね、実際あってからかもしれないですけど、けどまあでもいろいろご
ご経歴をお聞きすると、いや、だってソフトボール、ハンドボールだっけ？ソフトボールか。ソフトボールでね、沖縄県代表に実際なってるし。ね、ハンドボールはどうだったの？まあ、エースのポジションにはいました。ほら、ほら、エースなんか慣れ弱くても強くても。そうそう。っていうところをね、まあ実際やってらっしゃるんだけど、けど自分には全然自信がなくて。で、そんな中で、うちの塾にこうやって入っていただいて、まあ一歩前に踏み出す勇気がない人は入ってくるのと。っていうところの中でだったんですけど、まあ、やりたいことの顕在化っていうことで、100個ね、いろいろやりたいことを書き出してくださいっていう中で。で、なんでかって言ったら、仕事の目標もそうだし、やっぱプライベートの目標があって、そしてやっぱなんていうんですかね。まあ、いいこともあれば悪いこともあるじゃないですか。けど、ここからこうやって地獄から脱出したいとか、こんな風になりたいとかっていうのがあって、それはその仕事だけじゃなかったとしても、なんかちょっとした喜びっていう中に、いろいろ100個書いていただいた中にです。ラジオのパーソナリティやりたいはい、と。って書いてませんでしたっけ？書いてました。そうよね。で、パーソナリティやりたいっていう中で、え、俺ラジオやってるよと。はい。FM 宜野湾さんでやってるよと。え、出ると。で、言ったら、どんな気持ちだったんですか？もう結果出られましたけど。出る？ 気持ちはもう、こんなところで夢叶うっていう気持ちでした。ね。こんなところで夢叶うって出られたじゃないですか。ね、しかもだって、このオンライン収録じゃなくて、リアルのスタジオ収録でしたね。うん。まあ、余計だから緊張するよね。緊張しました。めちゃくちゃしましたよ。え、何分前に着いたんだっけ？でも、30分前ぐらいに着いて、あ、じゃ1もっと時早間くじゃな着いかった？ 1 時間じゃなかった？て、1時間前ぐらいに着いて、ちょっと、イメトレしとこうと思ったら、ね、伊達さん遅れてくるし、そそういうのこと。内そういうこと容、言うの。ね、その内容も直前に言ってくるから、余計にテンパっちゃって。ねえ。本当事前に言えばいいのにね。このね。本当申し訳ございません。まあでもね、すごい後付けで言うと、突発的な対応力っていうのは必要ですから。まあなんです。まあ、それでラジオやっていただきましたと。で、そんな中で、やっぱりそのラジオのパーソナリティやりたいと。って言われたんですけど、なんでラジオのパーソナリティやりたいって思ったの？いや、なんでって言われたら、きっかけは特にないんですけど、でも小さい時からラジオ聞いてたんですよ。まあ、お家も朝テレビじゃなくてラジオ流してたので、あ、そうなんや。なんか見えない、聞いてるだけじゃないですか。姿は見えない、なんかこういうふうに楽しく話を盛り上げてる。あ、なんか、いいなって、なんとなく思ってたんですよ。それが、なんかきっかけだったりするのかなって今思いがあるんですけど。なるほどね。いや、僕はラジオよりもテレビだったな。テレビっ子だった。ああ、そうなんですね。そうっすね。なんかね、僕の時のラジオって、山口にいた時だから、山口にいた時のラジオって、FM 山口って全然なんか盛り上がらないんですよ。FM 山口みたいな音楽なんですよ。もうすでになんかまったり、はい、こんにちは、みたいな。そんな感じじゃない？なんか。山口だし、田舎だしね。で、沖縄ってわーみたいな感じのところもあるし、大阪だったら FM802 とか、ファンキー802みたいな感じで、めっちゃファンキーなんですよ、FM とか。だから全然なんかラジオにあれを感じなくて。で、でも、AM で、夜にね、なんだっけな、夜、オールナイトニッポン。MT はい。ある？聞いたことありますよ。そのレベルだもんね。てれて、てれれて、てれってな、あれを聞くとワクワクする。そうなんですね。そう。で、その時に僕たちがすごい好きだった歌手、中島みゆきとか、松任谷由実とか、なんかそういうふうな歌手の人たちっていうのが、ラジオ実際やってて。それを実際聞いたときは、あ、なんか、歌歌ってるだけしかなかったかな。歌番組とかもね、あんまトークも実際なかった。あれはすごいなんかね、
嬉しかったりだとかっていうのはこう実際したというかしたんだけど、まあでもラジオで、子供の頃なんか特にそのさ、メディアとかうんぬんとかなかったから、やっぱどういうふうにしていって情報を得るのかとか、なんかそこで勇気づけられるとか、っていうのことっていうのをね、すごいこう感じるなっていうのことは実際あったりしたんだけど。まあ、ラジオにずっと聞いてた、むっちゃんが、ラジオのパーソナリティを実際やりたいっていうことなんですけど。さあ、まあ、これから徐々にね、慣れていくんですけど、どうですか？やれるようなやりたい。やるって環境が実際整ってきて。そうやって話が来たときは、まあ、夢叶うと思ったと。っていう中で、今これからやっていくんですけど、どんな感じですか？緊張してるんですか？緊張しかしてないですけど、でもワクワクもしてますよ。ああ、どんなワクワク？すごい大事、ワクワク。どういうふうに、伊達さんのね、ラジオを引き継いでいく形じゃないですか。どういうふうに、なんか、伊達さんの世界観をこの守りつつ、なんか新しい革命を起こすじゃないけど、ね、自分がどういうふうに作っていけるかなっていう、そのワクワク感もあります。めっちゃいいと思う。むっちゃんのその色にしていいと思うし。まあ、ただその経営者とか個人事業主の方っていう方が、やっぱその一歩前に、今苦労ね、皆さん今成功してたとしても絶対やっぱみんな苦労があるから、そこの一歩前にその行くきっかけっていうのをなんか聞き出していただければ。で、リスナーの人たちが、そっか、あの人でもそうなんかとか、っていうふうになったら、ね、なんかみんなが元気になるなと思うんで、まあなんかそんな感じでやってくれたら全然いいなと思いますし。そうそう。で、だし、主政クラブ、昼の沖縄会場公認のこのラジオなんですけど、むっちゃんなんと、主政クラブに入ることになる、入りたいと思ってですね。はい、おめでとうございます。素晴らしい。どうする？なんかそこら辺でアルバイトとかってしてる人が、経営者の個人事業主に今からこうなって、もうすでになってね。で、それから経営者の会に入っていって、しかも人のコンプレックスの塊だったあなたがよ。すごい。もうすでにすごありがとうございます。い。すげえな。ね。どうなん？ 2 ヶ月前と、まあ入塾する前の2ヶ月前、3ヶ月前ぐらいと、今と比べて、なんか一歩前っていうふうなことで言うんだったら。あなたの一歩前ラジオで言うんだったら、どんなことに一歩前になってる感じなの？気持ちとか。まあ、気持もうち一でいこうか。歩進んだかわからないぐらい、だいぶ前に進んだと思います。例えば、どうぞ。入塾する前から宿命鑑定士で、活動はちまちましてたんですけど、なかなかうまくいかなくて、全然進んでる感じはしなかったんですけど、入塾してから、なんだよ、自分をしっかりこの内側から見て、こういうふうにやろう、さんから習いながら進めてたら、それがなんか1歩から2歩、3歩、4歩ってすごく進んでいって、で、そこからラジオが、で、パーソナリティとして夢が叶いながら、で、少しずつ自分でも自信が持ててきたので、だいぶ変わったと思います。最近、高校時代の知り合いに会ったんですけど、なんか別人じゃ、別人だねって言われて、おお、嬉しい。しかったんですよ。今、別人ってどういうふうにって言って、なんか今、キラキラしてるねっていうふうに言われて、嬉しいと思って、なんか、褒められることに対して、すごいなんか、私褒められていいのとか思ってたんですけど、それを素直になれるようにもなりましたし、なんかもう、計り知れないぐらい成長してるんじゃないかなって、自分の中で思ってます。やったー、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。いや、めっちゃ嬉しいわ。これ、あれなんですよ。打ち合わせして聞いてないからね、これ。そうですよね。そう、打ち合わせして聞いてるバージョンもあるんですよ、たまに。あ るんですけど、これないから、俺めっちゃ嬉しいわ、これ。あ、そうなんや。いや、でも、高校の時の友達がそうやって言われるのって、なんかめっちゃ嬉しいじゃん、なんか。めちゃくちゃ嬉しかったです。そうなんよ。でもその結果、むっちゃんが今こういうふうにさ、成長して変わってる。だってパーソナルカラーセミナーとかっていうのも実際受けたじゃん。
ね、で受けたし。で、そんなも実際やっぱりあるから、なんか、もちろんお金もかかるわけじゃん。だって一番最初だって、ね、コンビニのコーヒーが買えないって言ってたもんね。言ってましたね、そんなこと。いや、そうですよ。そんなところからね、むっちゃんこう実際変わっていってると。っていうことなので、いや、なんかね、非常にね、こうなんか、面白い多分ね、そういうことも踏まえた上で、やっていただきたいなと思います。で、一旦ちょっとですね、若干だけ休憩していただいて。で、もう一回ね、むっちゃんのインタビュー、むっちゃんどんな人なんだとか、どんなラジオにしていきたいんだとか、そんなこともね、聞ければいいかなと思います。じゃあ一旦ちょっと CM 入りましょう。バイバイ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いコリが原因かもしれません。北京堂首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時だ。さあ羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、今日はですね、上津睦子さんパーソナリティ交代と。交代っていうとね、もう伊達ちゃんファンがね、聞けなくなると思って寂しくなると思いますけども、残念ながら出てくるんでね、残念ながら出てきます。ただ、むっちゃんから来んなって言われそうな気がしますけど、第4日曜日ね、10月の第4日曜日から、まずね、毎月1回っていうふうなことで、で、なんかインタビューがめっちゃ増えてった、大変、なんかあれですって、もっと聞いてもらいたいってなったら、ちょっと追加していくと思いますけど、まずは一旦、昼の沖縄会場公認、個人事業主さん以上の方に対しての、あなたの一歩ラジオということで、パーソナリティが上津睦子っていうことなんです。上津睦子のみたいな感じになっちゃうんですよ。いいね。面白い。はい。な感じになっていくんですけど。ということで、むっちゃね、まあ、この塾に入っていただいて2、3ヶ月で、めっちゃなんか自分の中で何歩も何歩も進んだよと、っていうことなんですけど。さあ、パーソナリティを実際やっていく、まあ、一歩前、っていう、あなたの一歩ラジオと、っていうふうなところの中で、パーソナリティをやっていくにあたり、なんか、どんな感じの、どんな感じのラジオにしていきたいとかあったりしますか？どんな感じのラジオ？普通にまだ未知の世界なので、うん、イメージはあまりできてないんですけど。ほいほいほい。いいね。それも。そうだな。まあ、経営者、個人事業主を、ね、関わりを持つことで、いろんな人脈を、でもゲストさんもそうだし、私も広げていけたらいいなって思いますし、うん、そのゲストさんも、うん、このラジオをきっかけに、また新たな一歩を踏み出せるきっかけだったり、それを勇気づけられるようなラジオにしたいなって思います。なるほど。いいですね。まあ、それこそむっちゃんが、こうやって今やりたいこと、自分のラジオっていうのに実は出演するっていうことと、やりたいことっていうのは今実際まあ、叶ってるわけじゃないですか。うん。で、その叶ってるっていうふうなことを、まあやっぱ人がそのコンプレックスの塊だったっていうところから、今こうやってちょっとずつ自信がついてっていうことであったりとか、そのなんかそういうふうな人がね、なんか広がってったらいいよね、なんかね、一人ずつ。
本当なんかそういう風になったら、むっちゃん的な色でやってもらったら、まあすごいいいだろうなとも思うし。まあね、でも本当にそうやって思います。まあ僕自身も、ね、残念ながらって言いましたけど、で、これからも一歩ラジオというか、やっぱり関わる人で、その人のなんで今そのこと仕事してるんですかとか、今後どうしたいんですかって、やっぱすごい興味あるし、興味ないと宿命鑑定なんて多分基本的にやんないしね。その方がどんな生い立ちで、どんな人生やって、どういうふうにしていくのかっていうのはやっぱり聞くことによって、あ、この人ってこうしたいのかなとか、こんな人なのかなみたいな。そこをやっぱり感じることって、まあめっちゃ大事だったりもするし。まあ、これからむっちゃん、ね、個人事業主として今やってらっしゃいますけど、屋号も実際作ってないね、多分。屋まだ号っでて。そうだね。屋号を作るんですよ。何する？もう何も考えてない 考えられないですね、今。まあそうそう。でもそういうのもさ、一歩前っていうの僕、会社名っていうのも、なんか一歩前に踏み出す勇気がなかったから、僕は株式会社一歩前ですっていうふうに言ったら、一歩前に行かざるを得ないじゃないですか。だから僕は一歩前って社名にしてるんですよ。だもともとその一歩前っていう気持ちがあったけど、動けてなかったっていうふうなことが問題だったんで、それを社名にして、たら、周りから、めちゃくちゃいい名前だねって。株式会社一歩前。で、やっぱなんか思いがあるような。なんか、やめてよ。なんか、自己肯定感、もっと低かったですとかで、そんな社名やめてよ。わ かる？屋 号、自己肯定感低かったです。おかしいじゃん。なんか、そういうふうな思いが、なんか、わかるようなね。そんな屋号にされたらいいと思うし、でもそもそも屋号にっていうことだって会社だからね。ね。面白くなりそうね。気が引き締まりますね、さらに。まあでも、まあ、むっちゃん飲まないけど、けどなんだっけな、むつこの部屋じゃないけど、あなたの一歩ラジオって言って、この場はですね、あれじゃない？なんか、FM 那覇さんに出させていただいたんだけど、FM 那覇さんで、なんかバーにね、来るような感覚でインタビューをするっていうラジオの番組があって。カランカラン、あ、いらっしゃいませ、みたいな。男性がマスターでやって、そこにいるママがいらっしゃるっていう設定で、ラジオのスタジオで実際やるので、カランカラン。今日のお客様は、なんか株式会社一歩前の舘様です。ありがとうございます、みたいな。ここのバーですね。こう、なんか、なんとなく飲みながらバーでって言ってお茶飲んでるんですけど。なんか、そういう風なラジオだとかってしたりして、あなたのその、なんで沖縄に来たんですかとか、どういう人なんですかってことを聞くような、僕がやってるようなラジオみたいなことをやった。そんなんでも全然いいと思うし。なんかね、いろんなコンセプトとか、で、せっかく沖縄だから、沖縄に来てる感覚でとか、ね、沖縄に来ていらっしゃらないですけど、沖縄に来てる感覚とか、沖縄の魅力を伝えようとか、そんなこともなんか入れつつ、なんかあなたの思う沖縄の魅力は何ですかってことは絶対キーワードで入れるとか。なるほど。そこはなんかむっちゃんが思う色でいいんじゃない？なんかブレなければ、あなたの一歩ラジオで全然ブレなければ。面白い。すごい。まあまあ、そんなんでございますけど。ね。1回目のゲストさんとか決まってるんですか？いや、これから決めていきます。あ、これから。なるほどね。まあまあ、でもなんか、まあ、緊張するのがなんか目に浮かぶな、むっちゃんが。と思います。という感じで、まあ、一旦10月のね、27かな、から、パーソナリティを実際していただくということで、まあ、途中で、僕ね、やりたいのは、むっちゃんわかんないかもしれないけど、松本慎介って言って、まっちゃんいるじゃないですか。ダウンタウンも。もう今いなくなっちゃったけど。あと、島田慎介さんってもういなくなっちゃったけど、いるじゃない？松本慎介っていう番組が昔テレビであって、で、まっちゃんも、慎介も、
しんすけさんもお酒を飲みながら、なんかあるテーマですよ。いや、本田さんみたいなこうやって話をしてるテレビがあったんですよ。うん、で、僕、それやりたいんですよ。それ前から思ってんの。だから、そういうふうな飲みながら、いや、こうこうこうじゃんとか、ああでこうでさ、っていうなんか一つのこう議題についてとか、なんかそんなことを話すようなラジオを実際、ラジオというかもうテレビなんだけど、僕はね。YouTube でいいんだけど、そんなんやりたいなっていうふうに思ってたから、そんなんも合わせて、どっかで入れ込んじゃってもいいと思いますし。はい。そんな感じでございます。はい、よろしいでしょうか。はい。ということで、今日はですね、ちょっと時間短いですけど、皆さんに、パーソナリティ交代、上津睦子さんと。で、沖縄の方なので、ずっと沖縄でいらっしゃいますから、沖縄の人たちもより入りやすいと思いますし、修正クラブ、昼の沖縄会場に実際お越しいただく、沖縄中部会場にもね、ぜひ多分ね、主力メンバーとしてお越しいただけると思いますから、なんかそんな感じでね、なんか楽しく、仕事も、一歩前に進んでいただいて頑張っていただく、そんな番組をね、できてたらいいかなと思っております。さあ、そして最後に音楽なんですけど、まあこれ僕が、好きなというか、まあもともと大好きっていうわけじゃないですけど、まあ株式会社一歩前っていう社名なので、まあよくね、よく流れてて、僕が2009年に大阪青年会議所って JC って言って、若者40代未満、40歳未満の青年が集まって、地域とか町の貢献とかにするような会あった時の、その理事長の藤井理事長がですね、流してらっしゃったのが、菅氏香夫さんのプログレスっていう歌。で、サビのところが、あと一歩だけ前に進もうみたいな。って言って、多分プロフェッショナルか。仕事の流儀か。なんかそういうふうなテレビの分の、エンディングかな。オープニングかなっていうふうにこう実際になってたので、まあそれを聞いていただいて、終わろうと思います。ということで、菅志向さんのプログレスお聞きください。はい。ということで、また次回からパーソナリティがですね、ウェイズ息子さんに変わりますので、皆さんこれからどうぞよろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。